はい、よろしくお願いします。リアルタイム分析です。レアザフトボールです。ポルトガルがカンセロサイドバックっぽいねって話してましたね。あとはカーディオグラ入ってるね。カンセロ対決じゃん新カンセロと旧カンセロの対決じゃん。前回ダロとが違うのはダロがね入ってないからだ。はい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 。ダニーロが控えに入ったっすね。トルコの方は僕見てないっすね、今大会。まだ楽しみにしてます。相手見て4バックとね、5バック両方使う感じだろうね。あれ、こないだは5バックではないのか。あれ、こないだって、守備時532の攻撃時325みたいな感じで、ラファエル・レオンが2だけど、外に張ってたんだよね。チャルハノールだよ。僕、サッカー見始めてからトルコが強かった時期ないんですよね。すごいキャラだな、赤いドゥン。簡単に読めないんだよ、トルコの選手。パリーナでかいホールディングミッドフィールダーっていうイメージで、結構うまかったと思うけどね、フラムで。特に良かったってイメージがあったらもっと覚えてるはずだからな。ロナウド気合入りすぎてて、気合入りすぎてて、フライング気味だ。結構いつもスタートフライング気味だよね。カンセロ、カディオール、同サイド。両チームとこ20番がね、攻撃的サイドバック。攻撃的サイドバックっていうか、攻撃サイドバックだよね。今日全然うまいこと5エリア飛んねえな。たまたまだったのかな。めっちゃ初戦のスペインみたいになってんな。今日結構嫌な予感しかしない配置。マルティネス信じたらよさがない。いやでもね、今後見ていかないとっていうね、信じすぎになった話はあの時もしてると思うんだよ。本当ラファエル・レオンは切り替えの守備しないな。しないほどいい選手ではないと思ってますね。しなくていいほど。1節目から継続していいチームないの。ドイツぐらいかね。まあナゲルスマンだからね、ちゃんと計算でその配置やってる感じなのね。ロベート・マルティネスって相手によって結構変える系なのか。変える系ですね。そういう、そこの字が見せてきた。だエメリタイプだから、かっこいいって言われたい人だからな。おー、完成の頑張ったね、今。ほっとかなかったね、入ってくる相手。このサイドチェンジというかね、斜めのボールめっちゃ良かったですね。ね、スペース埋めながら半身で見るっていうのが一番いいんですけどね。対応はかなり、なんか感覚的でしたけど、それでも一応、サイドバックとしての守備のね、最低限やった感じがしました。だ守備苦手だけど、ディフェンスラインにもカンセロのような選手を置くことによって、攻撃で本来のチームなら見せれないレベルのものが見せれるみたいなことですね。一応、理屈で言うと。全員でライン下げるとき、カンセロだけライン下げてないもんな。揃ってるね、本当に。ジョタとかね、ルベン・レベスとか、見たい選手結構出てないもんね。ジョアン・フェリックスも出てないな。見たい選手というか、まあ、有名な選手っていう感じ。僕はロナウド・ジョタが一番いいと思いますね。効率としても。効率考えるならカンセロとラファエル・レオン使わない方がいいです。でも効率じゃないからな、サッカーって。多くの人の哲学が。だから効率側が勝ちやすくて僕は好きなんですけどね。おお、決まった。決まりましたね。ほんとペペの配球素晴らしかったね。で、今のシーンもね、あの、布メンデスがね、ちょっと内側に角度作ったところだったからね。で、大外から入ってくるベルナード・シューバーにやっぱカディオグルついていけなかった。ピチーニャ中っつって、T 字の戻りもいないからね。でもまあ、今みたいにやっぱりちょっと内側から外に配球できる時っていうのはいいっすよね。これを意図的に作れるのが一番いいけどね。ロナウドだとビチーニャスペースの入り方すごい良かったね。あれ入っちゃったんじゃない今。え、何がどうなったの今。今もうロナウドとね、カンセロの呼吸が合わなくて怒り合ってるところをね、アップで映してたからね。バックパスの処理をしようと思ったキーパー出てきたところを一つ合わなかったでしょ。いやでもな、このカンセロの判断は悪くないよな。ああ、動きそうだもんな、ロナウド。ああ、動くと見せかけて足元だったの。そっからロナウドがね、プルアウェイするみたいな感じだった。いやこれはな、このミスしたチームって勝てないよな。一回これで解散しても、ね、4時からのルカクを応援に切り替えてもいいぐらいだな。確か前回スペイン、このミスしてクロアチア勝った。あ、そっか。じゃあいけるか。いや、だいぶ確率低そうだな。基本、ボンミスした側のチームって、あれだけど。まあ、絶対はないってことだよね。カンセロの守備、やっぱあの相手がさ、足から離せてない時に足だけ出しちゃってる、しかも整体してる時に、やっぱこの守備しちゃう人厳しいよな、同じカテゴリーにおいたと。あ、ベルナードのな、サポートの仕方も中途半端だったね今ね。 L 字の作り方が間開けすぎてたな。で、これ大事なの、あのベルナードだから全部よしにする人いるじゃん。これなのよ、俺の中でこれ大事な姿勢。この人がやってると100ゼロで OK にされる人も、良くない時は良くないって言って、これめちゃくちゃ大事っていうのは伝えていきたい。ルカクだと全部ネタにしていいとか、イニエスタと全部最高ってなるけど、
今のはベルナルドのプレスバックからは囲い込み守備がすごい中途半端だったがカンセロかわいそうだった。いやペペの予測すごかったね。今ロックからこれマイナス入れてくるんだっていうの目線かなんかで分かって T1 の方に移ったもんね。今のペペの守備素晴らしかったね。いいとこ降りてきたなビチニア。そうここにねサイドバック絞ってたら今ビチニア降りてきたところに相手のサイドハーフ絞るから大外の高い位置のウィング使えたりするんですよね。このポルトガルがボール繋ぐときにさこういう形で張っちゃうじゃん。でこの時にここでもうはまるんだけど、例えばちょっと開いて位置センターバックボール持っててる時ここいるんだけど、今のビチニアみたいに右側多分こうなってたと思うんだけど、ここ降りてくると受け入れたらこのままいけるし、受け入れない場合は相手が閉じてきてるからこの大外が開くんですよ。でこれも来てる場合はここは開くのよ。でこれが全部こういう風になってる場合は逆サイドが開くのよ。とか飛ばした時にここがスカスカになってるから勝負できると。この理屈があんまないから基本サイドバックがこういうとこ張っちゃうんですよ。中盤だと張りすぎないっていう癖があるから結果サイドバック高い位置だった時中盤だとちょうどいい位置に入れたり、ここで2人ともボールホルダーに近いプレスの斜め後ろを立つとレイオフで剥がして前行けるっていう、こういうのを書いてる本が週休学です。5万6000部突破。こういう授業を毎週作ってますね。ポルトガル両サイドバックメンテスは守備いいですけどね、まあ調子悪い時もあるけど、でも本当にちゃんと分かってる選手だと思いますね。あと両サイドバックってダローでも結構いいと思いますよ。僕はロベルト・マルチネスが監督なんで優勝の絵見えないけど、戦力で言ったら全然、それを言ってない時はポルトガルって言ってましたからね。そうだロベルト・マルチネスだと思って言わなくなりましたよ。このビチーニャ走り込みよかったね。これもう本当に大事なのラファエル・レオンと縦縦にならなくて内側に入れてるのが大事なんだよね。メンデスはねパリ・サンジェルマンでね左サイドバックやってエンバペとかに合わせてますからね。あーいい、これオフなかったら、おーロナウド普通にパス出したけど、どっちでしょう、オフなさそうだよね。決める確率高い方自然と選んだって感じで、なさそうだな。右サイドバック裏ケアしたけどその後滑っちゃったっていうね、打てよ文化あるよな。シンプルに確率高い方選んだっていうのがすごいのにな。抜け方うまいよね、オフになんないようにね。でもロナウドの2019年の1月何日かな、なんかその時のエスパニョル戦くらいから周り使うの上手くなりだしたんですよ。なんか点取れなくてもうロナウド終わったとか言われてる時期で、めっちゃ無理して打って点取れないみたいなついてたんだけど、周り使うようになってまたそこから復活したんだよ。2019年の1月27日のエスパニョル戦だったと思うんだよな。俺それで動画作ったから。結局ケインとかさレバンドスキーとかストライカーはゴール見えたら打つべきだってマジで抽象的な理論で、スアレスもケインもレバンドスキーも点取りまくってる選手マジでアシスト上手いんだよ。普通に味方に譲るから、そこを冷静に選べない人が今パスだったらとか今自分で行けよっていう、あとは大体自分で行けよってシーンってさ自分の方がシュートの角度あんのに味方使ってたりするんじゃん。じゃあ2017、どっちかの1月、もうこのぐらいの感じだったら年号間違えてるのはそれはもう分かってよ。2019年のねって言ったわけじゃないんだから。2016か。動画にしてるやつなんてそっち見てもらえればって感じだけど、出てこないだろうな、検索仕方難しいだろうし。そうそう、自分で打てよってやつね。外したらパス出しとけよって言って。でも本当にどんな時でもあいつ自分で打ってゴールランキング重ねてるなってやつ本当にいなくない？ワンシーズンだけとかの人ならいるけど、本当にこの人いいストライカーだなって人は周り使うの上手いよね。その器用さがサッカーの上手さなんだよな。レオさん、この試合シャバいっすね。いいえ、それはもう僕たちの味方次第なんですよ。僕たちがちゃんと一つ一つの試合の面白さ、そこに向かう選手たちの心持ち、献身性、国を背負う思い、それをね一つ一つ分かってたら、トルコの連動しないプレス、ライン間でのポジショニングの悪さ、ポルトガルのハイブエリアは取れてないサイドで立て立てになってしまった前半の問題点、そしてねクロスをなかなか上げないトルコと、そこへのね対応のところでしっかりとロックをできていないサイドバック、そういったところ一つ一つを気にすることはなくなりますので、その一つ一つが面白くない、理にかなってない、こんなやり方では相手が強くなった時に見てられない、結局ロベルト・マルティネスはロベルト・マルティネスのままだみたいなことは思わなくなりますので、僕ら一人一人が面白さ、選手それぞれの思い、スポーツの素晴らしさを感じながら、特に勉強にならないつまらないサッカーを見せられてる時間帯も楽しんでいきましょう。お、ポルトガルが終了しましたね。はい。すごいな、乱入者めちゃくちゃ多いな今日。てかさ、セキュリティ緩いよね。さっきもさ、スローインかなんかの時ずっとこっち見てたじゃん。
ただ多分結構ゆるゆるなんだと思うな。なんかもうバイトとか雇ってるから試合の方を見ないでちゃんと入ってこないように見ましょうみたいなできてないんだろうねこれね。私エオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアーボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアーボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。